どうもこんにちは、黒ネタです。スプラトゥーフェスマッチやっていきたいと思います。で、今回のフェスのお題はなんと、あのドラゴンクエストとのコラボレーション、こちらですね。あなたはどっち、ガンガン行こうぜ VS 命大事に。で、今回俺は命大事にの方にチーム入っています。まあガンガン攻めていくのも好きなんですが、やはり塗って足場を作って味方のサポートをしたりするっていうのが結構好きなので、今回はこっちに入っております。では早速ロビーに行きましょうか。はい、揃いましたね。早速やっていきましょう、スプラトゥーフェスマッチ。最初のステージは、おお、マヒマヒかすごいよなこのフェス仕様って。やっぱりお1610で、相手が高いね。で、今回からフェスパワーとかね、そういう新しい仕様になりましたでねまあ俺もちょっと潜って試しにいろいろと調べてみただけなんで、よく分かってないところあるんですが、ただその腕前が高いと、最初のフェスパワーだったかなが高いっていうことで、これね、結構自分と同じ実力てか腕前の人たちがマッチングするみたいなんで、すごい敵さんがね強いんですよね。どんなもんかなと思って試しにねちょこっと潜ってみたらね、もう怖い、敵さんも手だれだよ、すごい手だればっかだよ。もうあの裏にいるな、当たるかな。ちょっと牽制させておきましょう。あそこから放たれたな。ナイス味方、さすが。おお、危ねえ。味方もかわしてますね、ナイス。投げと、おお、危ねえ。同じこと考えてるな。あー、くそ、も手だれがいたってばきついですね。おっ、危ねえ、うまい。うわ、うまいな、危ねえ。いや、味方さんありがとう。いや、今のは味方の大王さんがいてくれたから、敵がちょっとどっちを狙おうかとか、まず逃げた方がいいかとか、そういうことを考えたからこそ勝てたんだ。あれは味方ナイスタイミングだった。あれ踊り一人だったら死んでたな。危ねえ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 、ごめん、俺のエイムがやばかった。この角から、あ、そっち行ったか。危ねえ、味方さんごめん、守れなかった。こういうところの塗りが怖いんです。あそこにいたな。あー、でも逃げたか。まあ逃げますよね、相手にもスパショも違えるから気をつけなくてな。いた、シールドってことはこっちから来る。何、こっちからか。あー、味方さんいい追い込み、ありがとう。いや、味方さんも手だれだね。おーっと、危ねえ、完全に俺狙いじゃないかこれ。あ、いる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 、一体引く。あー、くそ、くー、当たんねえな。ロングは怖えな。ごめんよ味方。ひー、怖いいるな。なんか恐れていっちゃいけない時だと思う。今ヘイトを買ってて、でもちょっと味方のサポートしに行かないと。ここから来そう。あそこか、これバレてるよね。あぶれあぶれ、ちょあぶれ、はあ、どうなんだこれ。いやー、負けたかー、 4% か。あー、最後あそこで俺がもう一人敵倒してれば、そのしぶきで勝ってたかな。あー、やっちまったな。あそこの位置ですが、やっぱ引いてきた、引いてきたね。あそこはもっとささっと引いた方が良かったか。おや、みんな黄色いぞ味方同士ですねこれね。さあ、タチウオパーキング、今回タチウオも、修正が入りまして、ガチマッチ仕様って言ったらいいのかな、で変わったんですよね。さて、味方さんはそこまで塗りは得意じゃないか。あ、でもカーボンさん言ってくれるか。お、ナイス、ありがとう。あ、ちょっと塗ってくれる。
なら俺はこっちを行こう。3人で塗るってのもどうかと思うし、俺は前に出ましょうかね。まず9番投げましょう。ポイント投げてくる。ちょっと俺こっちから計算します。道も作れてますね。あぶね、見てますね。ちょっと浮かずに出てくとこれはやばい。おお、ボンボンボン。あ、バリアか。味方一旦引いて、ナイス。あ、こんな角度当たんね。よし、いや、ありがとう。注意を引いてくれたからね、受けたからね。さあ、そこの壁を塗られたな。あそこにいるな。当たるかな、あれ。あー、引いたか。うまい。相手もそっから来るぞ。いや、横からか。あの辺にいるんだよな。お、危ねえ。ちょっとボム引いて、よっしゃ。危ねえ、バリアだ。バリアじゃない、大王か。助けてー。来てる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 。逃げたか。まあ逃げますよね、そこまで行くのね。ナイス味方。こっから入りましょう。やっぱセンサーついてると動きづらいね。ここの壁塗っとこうか。ここ見渡しいいんだよね。お、味方来るかい。ちょっと様子狙ってこないか見とくよ。そこだ。来て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 。あー、センターついちゃった。わー、危ねえ、いた。上上がって、危ねえ危ねえ。いい動きするな、おい。よし、そりゃ見えている。よし、そりゃも見えているんだよ。降りてきた、ボム。あー、危ねえ、あー、危ねえ。あー、くそ、うまい。くー、今の追い込みはさすがだな。味方ナイス。これ一人登ってきてるな。ナイス味方。ここのやつを消しながらスパショを貯めようかな。いる？いるわけじゃないのか。たまにステースジャンプってのがあるからな、怖いですよね。投げといて。あ、バリアがいる。いい、もう塗っちゃえ。あー、でもこれは負けてるか。きついよね。塗られ、登られちゃったもんな。うわー、くー。いや、味方さんもすごいいい動きしてくれたんだけどな。うへー、負けたかやはり敵も手だれだね。いやー、今の連携でも負けるんだもんな。今回のフェスは怖えな。おい、またかよ。また味方じゃねえかよ。敵とマッチングしないぞ。さあ、マヒマヒだ。1620、1630。はあ、ダイナモがいますね。俺はこっちの道を塗ろうか。ここを塗り固めましょうかね。こっち側にいた避難して、あー、そこから撃ってますね。この角度もきついな。あ、きついなこの動き。あ、外れた。あ、あ、ダメだった。足場がなかった、ちょうど。くぅ、もう味方と戦いたくないよ。いるじゃん、なんか溜まってるぞ、あれ。あ、大王がいる。帰れ、来い、帰れ、この野郎。から入ってこようとしてない？また絶対入ってこようとしてる気がするんだよな。
ナイス。あとこの辺塗り固めておこう、入ってこれないようにね。この角度狙いづらいぞ。あ、肉がなかった。お、大王。危なかった。あー、やっちゃった。いや、ありがとう。ナイス送ってくれてありがとう。ひどかったけどね、今のは。本当に命大事なのか、敵さん。ガンガン攻めてくぞ、おい。逃げてたな。あ、また大妖怪。ナイス進み方。ああ、また大王かよ。どんだけ大王いんだよ、もう。ああ、でもこれもう押しても無理か。いたか。いるね。もう塗って終わりだ、乗って終わりだ、もう塗って終わり、塗って終わり。もう敵さんと当たりたくない、敵じゃない、味方と当たりたくない。どんだけ大王いるんだよ、もう。つらい。もうなんか大王の効果が終わった瞬間にまた大王が発動したように見えたもんね。だからあそこに味方っていうか敵がいたんでしょう。怖えよ、2連チャン大王とか怖えよ。あ、やっと来た。やっとガンガンチーム来た。もうずっとさ、もう味方とバッカーってマッチングするからさ、つまんなかったんだよね。さあ勝てるといいんだが。さあ行くわ味方。塗り合い任せてくれ。本当に俺が全部塗るのかなこれ。まあいいけどさ。さあって味方も敵も一人ずつやられた。あと敵がまたやられた。さあ少しの準備は整ったぞ。あ、敵さんも塗ってますね。あー、今のは安易だったな。もうちょっとちゃんと狙えばよかったな。ナイス味方。あー、センターついた。おお、いいところに投げてくる。ずっと上から吸盤投げてるな。あぶね。あー、あれはきついな。登ってきてない。あぶねえ、味方ナイス。あ、まだいたのか。どんだけいいんだよ。これ塗り返しておきましょう。ちょっと前出ようかな、こっちからも。いたわ、いたわ、めっちゃいたわ。今のは愛だったか。ビーコンめっちゃ狙ってる。敵がビーコンめっちゃ狙ってきてる。飛ぼうかと思ったが、あれはきついわ。よし、だいたいそこにいるんじゃないかな。ボムがさ、成功した。おお、ボムの数よ、ボムの数。ああ
いたか。あ、来てる。よし、それは見えてるよ。おい、OK。 よし、OK。 今の敵がちょっと引き始めてたからね、あえて前に出てみた。うまくいってよかった。あ、登れない、ここ登れない。いるんだよな。あー、当たんなかった。最後、あー、最後当たんなかった。いやー、やっと敵とマッチングした。はい、ということでね、フェスマッチここで終了にしたいと思います。次回もこのフェスマッチの続きを投稿していく予定ですので、皆さんぜひ見に来てください。あ、俺一番下かよ。結構頑張ったもんな。はい、ということで次回も、またお会いしましょう。はあ、もうちょっとカリスマだ。はい、じゃあまたお会いしましょう。さようなら。